まずは改めて準備優勝、あとはリオオリンピックの金メダルということで、おめでとうございます。ありがとうございます。途中の段階である程度金メダルを確定はしていたんですけども、体操人生の中でこう泣く場面というのをこうオリンピックの金メダルを確定した時って決めていたので、決まった時はこれほど自然に泣けるのかっていうぐらい泣けたので、本当にやってきてよかったなと思いました。うん、なるほど。高校ぐらいに初めて出会ってからの付き合いなんですけども、高校の頃からオリンピックの表彰台の一番高いところに一緒に立とうという過程、今まで一緒にやってきたので、ようやく言っていたものが、まあ、現実になったなっていうのはとりあえず嬉しかったですね。田中選手、まあ、ゆうすけって呼んでるんですけど、ゆうすけも僕も、まあ、今までの代表経験の中で、まあ、悔しい思いをしたりとかっていう不甲斐ないっていうのを経ての今回の金メダルだったので、途中からユースケがこう演技が終わるたびに自分のことのようにちょっと嬉しくなったりとかもして、僕の演技じゃないのにちょっと泣きそうになるっていうぐらい、お互いのこう今までのことも知ってるので共感できる部分がすごいある選手です。選手は完全なるマイペースですね。本当に動じないですね。よくもあると思うんですけども、まあ、代表になる時点でも本当にギリギリの勝負をしていたんですけども、その場面で慣れてなかった、まあ、いい演技ができてなかったら慣れてないので、そういう部分でもこう開き直ってできる選手なので、それがそのままオリンピックにも出せるっていうのが一番メンタルの強い選手ですね。うん、選手はもう若いですね。声を出してくれたりとか応援してくれたりっていう部分ですごく盛り上げてくれるので、若い力をこうチームにくれてますね。うん、前回のロンドンでも一応金メダルメダリストなんですけども、今回金メダルを取ったことによって顔バレがすごくいいですね。声をかけられることも多くなったので、やっぱ銀メダルと金メダルでこんなに違うものがあるんだなって、やっぱり金メダルを取るということがこんなにこう扱いが違うものなんだなとは改めて思いましたね。短い期間しかないんですけども、とりあえずちょっと一回休んでからオリンピックまでの間の3年間があるので、その間で、まあ、自分のこう武器となる種目を私もこう増やしていって1種目ぐらいで世界一になりたいなと思っているので、まあ、間違いなく、まあ、団体のメンバーとしては入ってくるんじゃないかなと思うので、こういう気持ちで1年1年やっていくことが、まあ、東京オリンピックにつながるのかなと。年齢的にはちょっと、まあ、だいぶ上の年にはなってくるので厳しい部分もあるかもしれませんけども、まあ、それを踏まえた上でこの僕個人としての結果が2年後に出したいと思っているので、それまでの2年間の間でまた一から体を作り直してより強い体を作るということが、まあ、選手生命を長くすることにもつながりますので、まだまだ若手には負けられないぞと、そうですよね。今回リオでようやく団体の金メダルを取れたということで、まあ、東京オリンピックでももちろん団体の金メダルを取りたいと思いますし、東京では
ぜひ自分個人の金メダルというものを取りに